バラの聖母は、現在、ドレスデンのアルテマイスター絵画館にある、パルミジャニーノの1530年の油彩画である。本作は、元来、ピエトロ・アレディーノのために描かれた。しかし、神聖ローマ皇帝カール5世の大冠式のために1529年12月から1530年4月に、かけてクレメンス7世がボローニャに滞在した折に、作品は教皇に与えられた。 作品は一般的に1530年3月までに完成したとみなされている。この時期にパルミジャニーノは後の作品用の顔料を買うために上院議員ルドビーコ・カルボネージと共にベネツィアに赴いたからである。後の作品とはボローニャにあるサンペトロニオ教会のサンマウリツィオチャペルのための未完成となったフレスコ画であるがこのフレスコ画は カール5世自身から個人的に依頼されたものであった。ケルポーズの足を表している幼子、イエス・キリストを描いた本作の準備素描が現在、チャッツワースハウスのデボンシャーコレクションに所蔵されている。しかし、パルミジャニーノが1530年にボローニャを経ったことにより、本作は実際には教皇ではなく、ディオニージとバルトロミオザーニフ氏のもとに残された。 ピエトロ・ラーモは1560年にバルトロメオの家で本作を見たと記しており、球体に指を乗せている赤子を腕に抱く聖母と描写した。1566年に作品はボローニャ周辺の丘のビラザーニにあり、そこでドには作品と古物のコレクションを見た。本作は最初にカバッツオーニによって現在の名称を与えられ、それ以前に すでに悪名高い高値が付けられていた。銅には大きなカップ一杯分のスクード、当時のイタリアの通貨の一つの名称でも、その対価が払えないだろうと書いている。ザーンニケは、ヴィンェンツォ一世イ・ゴンザーガやファルネーゼ・数ー教など、40スクードを提供した本作の購入希望者、数人を拒否した。50点もの複製が、バザーリの時代までに、 すでに作成されており、すべての複製はオリジナルを大事にしていた、代々の所有者により委託された。そのうちの一点は現在、英国のロイヤルコレクションにある。1752年になってようやく、パオロ・ザーニ伯爵は、オリジナルの作品を、ザクセンのアウグスト3世2350ゼッキーノで、売却し、作品を、現在の所蔵元であるドレスデンの、 アルテマイスター絵画館にもたらした。カタログエントリー。2021年7月20日月欄。NN775R VE917 ビットハットルイザビオラ、パルミジャニーノ、グラフィーシュステップエディートリチェ、パルマ2007アフターパルミジャニーノ、ザ・マドンナデ・エラローザ、C1540 から1649。2021年7月20日月欄。 マリオ・ディ・ジャンパワローエリザベッタ・ファーダ、パルミジャニーのキブック、サンタルク・アンジェロ・ディ・ロマーニャ2002、ISBN8818022369。ありがとうございます。